こんにちは、かっこいい大使さん竹下敦です。先日ですね、こちらの、ギブソン社のレスポールジュニアですね、東京お茶の水にございます黒沢楽器 G クラブ東京さんで購入したんですが、昨日ですね、ふと、ギブソン社のサイトを見ていたところ、オーナー登録をしないと一切のユーザーサポート受けられませんよということで、ちょっと慌てましてあれ登録した覚えがないなと思いまして、先ほどですね、黒沢楽器店の担当してくださっている伊地川さんという方に、私オーナー登録してないんじゃないかと思うんですけど大丈夫ですかとお聞きしたところ、大丈夫ですと、できなさそうなんでやっときましたさすがですねおっしゃる通り、大体オーナー登録とかって忘れるんですよ。で、ギブソン社のサイトで結構なんかこういうその方がね、やっぱりこうプラグをね、ボディにこう L 字のやつを刺してるんですよ、バシって。私も L 字のものを使ってこう、あれ、カシッてやってるんですけど、結構フェンダー系の方はね、ストレートのものを刺す方が多くて、私もどっちにしようかなと思って、ストレート使おうか、L 字使おうかと思ったけど、なんか L 字のものこう、抜き刺ししやすいんですよね。で、L 字使ってるんですけど、だって邪魔にならない。なんとなくこの辺にこうかけられるみたいな。で、L 字使ってるんですけど、ふとね、L 字で合ってんのかなと思って。で、ギブソン社のサイト見たところ、やっぱ皆さん、L 字をこうつけて、ちょっとボディのここのとこね、スクッとこう引っ掛けてみたりして。私もなんとなく邪魔だなと思って、この辺にこうつけるんで。で、大体こんな感じでいて、で、お待ちしておりますとちゃんとね、私帰り際には絶対ご挨拶して帰るんですよ、お世話になりましたとかね。でもなんかね、やっぱりノリの合う合わないって必ずあって、そういう店には伺わないようにしてますし、ノリ合うお店にはできるだけお金を使ってね、まあお客さんとも仲良くして、店員の方とも仲良くして、そういうように気配っております。なんで、実際のところ本当の意味で出入り禁止っていうか、私も行かないし向こうも来ないでくれって言ったのね、実のところないんですよ。おかげさまでありがとうございます。最終的にはね、向こうから歩み寄ったりこちらから歩み寄ったりしてね、結局僕楽器屋さんと仲悪くなったことないんですよね、子供の頃から。この年になるまで当然揉めますよ、人間同士だから。でもね、必ず仲直りができるんですよ。これなんでかなって言うとね、やっぱり音楽があるからってな、話が長いとまた編集にカットされちゃうんで、結局ね、音楽やってるとね、喧嘩しないんですよ。これは素晴らしいことです。音楽は素晴らしいですね。音楽は地球を救えるよそんなわけで、やっぱりね、レスポールジュニアはレスポールさんが来てるだけあって、レスポールってギター楽しいな。じゃあね、またね、バイビー、イエーイ。